はい、おはようございます。森本隆です。ヤバいぜ舞鶴、森本隆なら公開。今日は2021年の8月19日木曜日です。はい、私、この動画撮った後にコロナのワクチンを打ちに行きます。はい、ちょっと怖いなと思ってますけれども、頑張って行ってきて、また皆さんにこれどんな状態だったかっていうのはお伝えしたいと思います。はい、今回はですね、8月10日の新聞、これ100段、8月10日の毎日新聞に載っていた、この舞鶴平田織座さんが講演っていうことについてちょっとお話ししたいと思います。はい、これ全部ちょっとね、この平田織座さんっていうのは、劇団を主催されてた方なんです。はい、いろんな賞を受賞した結構有名な方なんですけれども、今は兵庫県の豊岡市に移住されてですね、兵庫県立芸術文化観光専門職大っていうところの学長をされている方なんです。その方がですね、マナビアムの開館記念っていうことで舞鶴で講演をされました。でその話がこれ毎日新聞に載ってるんですけれども、この話舞鶴の未来を指し示す、少し先の未来を指し示すちょっと面白い内容になっております。このね、平田織座さんってこう、京都の NPO 業界では、かなり人気のある方なんですよ。で豊岡を、豊岡ってここですわ、城崎があるところなんですけども、今まで温泉の町でずっとやってきたんですけどもね、今なんかこう前の市長が演劇の町にしようって言って、勝手に決めて、演劇の町にすることに決めました。でそれでこの平田織座さんっていう方を招聘してですね、豊岡を演劇の町にしようっていうことでいろいろ進められてたんですけれども、今年またその市長選があって、その市長また落ちました。はい、で一応この大学っていうのはまだあるんで、この平田織座さんっていうこのまだ学長されてると思いますけれども、これ実際豊岡としては今その演劇の町の方にずっと行ってたんですけども、それが否決されてまた温泉の町に戻るんじゃないかなっていうふうに予測は私しております。で非常にですね、私の周りでもこの平田織座ファンの方すごく多いです。確かにすごくいい話されてます。でもですね、私もう最近全て疑ってかかるようになってしまってですね、いろんなこの物事の裏に潜む、行政の裏、施策の裏に潜むことをいろいろ考えていくとですね、割とこの平田織座さんって僕危険な人物だと思うんですよ。別にこの人に会ったことも話も聞いたこともないですけれども、やられてることを見てると、すごくうまいことやっているなっていうことですね。はい。本当にこういういろんな賞を受賞してですね、最後は演劇家でありながら、この大学の先生になるっていう、もうすごく華々しい経歴で、こういうふうな行政向けの講演までされるっていうことは、すごい本当に華々しい、素晴らしい業績だとは思うんですけれども、やっぱその反面で、やっぱり権力にすり寄る方向がすごく強いのかなっていう。権力にすり寄るのがすごくうまいのかなっていうふうに私は思ってました。要はこの人は劇団とか文化人っていう側面も合わせてますけれども、本当に権力寄りの文化人っていうふうなイメージで私は見てます。でその方がですね、舞鶴に来て何を話すのかなってすごく注目してたんですけれども、その話がちょうどこの毎日新聞に載ってたので、それをちょっとお話ししたいと思います。まずね、注目するべきはですね、移住について、お話しされてるんですけれども、いろんなこのおそらく多分これはもう舞鶴市から言わされてるんだろうな、舞鶴市からこんな話の講演をしてねっていうことで多分言われてるんだしょうねってみたいなキーワードがたくさんあります。まずはこの人口減少問題、結婚とか出産については個人の自由、個人の内面の問題であり、行政ができることは限られているっていうことを、この人言われてるんですけれども、確かにその通りなんですけれども、僕は行政できることもっともっとたくさんあると思いますよ。確かにその個人の自由って言ったら個人の自由で、間違いじゃないんですけれども、舞鶴に関してはもっともっとその、結婚、出産について行政がカバーできることはすごくたくさんあると思います。これ多分なんか言い訳を言わしてるのかなっていうふうに僕は思いますね。はい。で、あと地方の現実について、若者は口を揃えて田舎はつまらない退屈だというとかね、都会に出て、若者は都会に出ていくと、地方から若者がどんどん減り人手不足となっている。こんなの当たり前じゃないですか。で、なんかこういう人が言うと、なんかすごく言い訳じみてですね、舞鶴がすごい問題なんですよっていうことを、言わされてるのかもしれませんけれども、なんかこう、舞鶴めっちゃええでって言われへんもんかなって、なんかこう言い訳じみてるな、
ありますよね。で、まあ工場を地元に作りですね、高卒者の働く場所を確保するのは昭和の男性目線の政策なんて、そういう言葉もあるんですけれども、まあまあこんなのは本当にそうだなっていうふうに私は思います。別にその工場なんかなくてもですね、まあ舞鶴いかにもこういろんな方向性があるっていうふうに思ってるんで、まあなんか昔みたいに工場を作ったら人が来る、生活が豊かになるっていうのは間違いだなと私は思う。まあ舞鶴のね、私たちが反対したパーム油の発電なんかも雇用が生まれるみたいなのがありましたけれどもですね、まああれも別に反対しても何も別に舞鶴そんなさほど変わらない今現状です。はい、本当になくてよかったと思いますけれども、まあまあ工場があったら市民が幸せになるみたいな時代ではないっていうのは、まあこのあたりはすごく賛同できます。はい、でですね、ここからが問題なんですよ。このね、平田織田さんという方が唐突にですね、魅力ある街づくりについて、移住する人は必ずその街の図書館を見に来る、あとはスイミングスクールが充実している街がいいみたいなことを唐突に書いてるんですよ。何の根拠もなく。まあそら図書館あった方がいいし、スイミングスクールが充実している街はそらええですけれども、こういったことをですね、公園で言う何か裏があるんじゃないかなって私はこれ勘ぐってるんです。はい、で面白い話ですね。マナビアムの最初の計画の方では、あそこに睡眠、プールを作る、温水プールを作るっていう話があったんですよ。で、それがなくなって、まあ今のマナビアムできてるんですけれども、これ多分ね、そのことも踏まえて、温水プールをまだ舞鶴市は多分作ろうとしてるんですよ。うん、で、最近ですね、新しい図書館の話がちらほらと聞くんです。議会でも、まあ議員さん話されてましたけれども、まあ、新しい図書館が必要じゃないかな、みたいな話を議員さんが提案されてて、ああ、それはそうですね、大事な話ですね、みんなで考えていかなきゃいけないですね、みたいな回答が、まあ、行政側からあったんですよ。で、なんかおかしいなと思ってて、まあまあ調べていくと、まあ、多分また新しい今、図書館を計画し始めたんではないかなと思って、で、そのために、まあこの平田織田さんにこの図書館の話を言わしたんじゃないかなっていうふうに、僕は読んでます。で、その図書館の質問を、まあ、市議会でされた議員さんっていうのはですね、この間FM 舞鶴の問題も、議会で話されてたんですよ。FM 舞鶴、電波が届かない電波塔ね。それの問題の話と一緒に、まあ、図書館の話もされてたっていうことは、これ多分、行政側かその議員に、まあ、図書館の話したらどうですかみたいな話をしてですね、まあ、手柄を上げるっていうのかな。まあ、すごく長いスパンの話になりますけれども、まあ図書館が新しい図書館ができるとしますやんか。そうすると、その最初に質問したその議員の、まあなんか手柄、その議員が提案したから、なんか図書館ができたみたいなこう流れになるんですよ。で、そういったこう恩恵を与えといて、まあ FM 舞鶴のことは勘弁してくれよみたいな感じで、まあバーターで、まあ差し込んでるのかなっていうふうに、私は勝手に思ってます。まあ、もしね、この議員さんがちゃんとこの FM 舞鶴の問題をガン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 追求してくれたらですね、まあ、この話はもう僕が間違ってたっていうことで申し訳ないってなるんですけれども、まあ、もし、まあ、名前言いませんけども、この FM 舞鶴の話聞いたら図書館のバーターやと思ってください。まあ、これを言うことでですね、また FM 舞鶴の話、その議員さんが突っ込んでくれることを、まあ、願って今言うてるんですけれども、まあ、いろんなところでですね、まあ、裏を見てると面白い。議会の方もすごい面白いんですよね。行政に言わされてるっていうのがあるんで、明らかにこのコントロールされてるっていうのかな、あると思います。で、図書館じゃなくて、スイミングスクールか。スイミングスクールはですね、まあ、確かに本当にこの計画があって、一時その、プールの関係者と話してたことがあるんですけれども、あれ困ってんねんみたいな、そんな計画があってどうなんやろみたいな、すごく悩んでる話は聞いたことがあります。なんかの飲み会の席かなんか、チラッとね。で、このスイミングスクール、要はプールですよね。新設のプールをまた行政が作るっていうことなんですけれども、これの裏にはですね、おそらく次発電所が出てきます。またなんか別の発電所が、発電所絡みが。今ですね、私こう一生懸命調べてるんですけど、全然ちょっと情報が出てこないんですけれどもね、舞鶴でガス発電を作る計画があるはずなんですよ。それが全然ちょっと表沙汰にならないんで、まあ、いろいろ調べてるんですけれども、まあ、ガス発電かなんか別のバイオマス発電かなんかわかんないですけれども、そんなん作って、それの温水利用で、まあ、プールを作るよみたいな計画を、絵を描いてる最中だと私は思います。だから、皆さんこれからね、図書館の話と発電所、プール、この3つ、3点セット、ちょっと注意されていた方がいいとは思います。で、まあ、
私別にね、その図書館もガス発電所も、まあ、温水プールも別に全てにこれ反対してるわけじゃなくて、あのこういったなんかせこいやり方で、こそこそこう進めていくやり方っていうのはちょっと嫌やなっていうふうに僕思ってるんですよ。で、まあ図書館なんかは、まあおそらくあの次の、選挙を目指して、まあ人気取りのためにやられていることだと思います。あの、箱物作ってですね、自分の成果をアピールっていうのも本当に昭和な政策なんですよ。ちゃんともっとあの、舞鶴の未来を考えてやってくれてるんならいいんですけれども、ここ唐突にこのなんか急に出来上がってきたこの図書館とかスイミングの問題、それをまあ今からこう少しずつ様子見ながら、あの、市民にアピールしていこうかなっていう初期段階だと僕は思ってるんですけれども、まあこういった裏があるっていうことを、あの、頭の中に片隅に置いてですね、ちょっと舞鶴市政見守っていけたら、注目していけたらなというふうに思っております。別に図書館に反対するわけでも、スイミングにも、ガス発電にも反対する、今の現時点では反対してるわけではないです。はい。どういったことをするのかすごく注目してるよっていうことなんです。はい。僕もあの、読書は好きなんで、まあ、いい図書館ができるのは、あの、素晴らしいことだと思いますけれども、単純に箱物を作る市民の目をそらしていいのか。僕はそこはあかんと思うんですよ。もっと本当に、いろんな、街のあり方、ね、図書館のあり方、発電所のあり方っていうのを、まず一回こう、市民で、考えないと、市民と一緒に考えないと。もうトップダウンで箱物作って終わりっていう、もう時代じゃないんですよね。だから、もう本当に皆さんね、これからの舞鶴市政注目してください。はい。で、注意してください。あの、もうなんかあの人気取りの箱物なんか作らせないように、もうマナミアムで終わりにしましょう。箱物。うん。無駄な箱物。もうマナミアムで十分です。はい。これからは本当に必要なものを残して、必要なものを保守メンテナンスしてですね、長く使っていく。うん。で、必要なものはちゃんと新しいものは作る。うん。そういったちょっとこうメリハリのある、何でもあの、箱物、ええ感じのかっこいい箱物作ってたら、それであの、市民はごまかせるっていうような、そんなもん馬鹿げた世の中ではないんでですね、皆さん、舞鶴市政に注目して、ぜひぜひ、あの、一緒に、私と一緒に、あの、監視していってください。もう本当に、あの、水曜日の動画でも載せてますけれども、市議がもう役に立立たないんで、あの市民が目を見開いてこうちゃんとチェックしていかなきゃいけない。もう本来は議員がやるべき仕事なんですけども、やつらが働かないんで、僕たちがチェックしていきましょう。で、問題をあのみんなで考えていきましょう。はい、一緒に舞鶴を良くしていくために、あの皆さん協力よろしくお願いいたします。はい、以上です。